さあ全日本ウェルター級ランキング戦サドンデスマッチ3ラウンドで行われます。こちらが金東光、そして左側が宝木守、現在サドンデスマッチルールをご覧いただいています。ランキング6位の金、そして一つ下になります7位の宝木。宝木は39歳、金東光26歳。あ、いきなりトリッキーな動きを見せます。これがあるのが宝木です。いや、もう最初から見せてくれますね。この戦いまず面白くなりそうだなという予想が立ちます。布施さん、そうですね、本当宝木選手を知らない人が見ても、はい、こいつなんぞやって感じますよね、はい、そうなんですね。まず最初に左のパンチ、いや逆に返していったのは金東光、最初のダウンを奪ったのは金東光です。1ラウンド、山内選手、はい、今左右どちらですか、左ですか。左ですね。右の方でしたか。そうですね、宝木さんの選手の左が当たった後にすぐ右返されて、はい、返したパンチですぐにダウンを奪っています金東光。宝木の方も布施さん左のパンチを当ててはいたんですけれども、そうですね、一発は持ってますからね。逆襲に遭いました。勝つも負けるも KO 決着の宝木、今回は体調が最高、体も柔らかいしいけるでしょと試合前語っていました。本当に肩の力は抜けてますよね。そうなんですね、はい、そう見えるんですけれども、最初にダウンを奪われたのは宝木の方です。そして予想の方で宝木がですね、布施さん、はい、まず相手は引くんじゃないかな、逃げられると辛いと語っていたんですけれども、金が逃げません。逃げるどころか逆にアグレッシブに攻め込んでいます。強烈な左膝、離れ際に放っていきました。山内選手、はい、やっぱり激しい戦いになりましたね。そうですね、ワンツーのパンチを金が放っていきますが、一つこれは狙いすぎたか。宝木トランクスには一線の文字、右足を止めての打ち合いになっています。金の方のちょっと右目の方がちょっと腫れてきてますね。そうですね、はい、はい、カメラが捉えることができるでしょうか。その目の周りのダメージは心配です。金東光、布施さん、はい、やっぱり一発一発の威力というのは宝木持っていますからね。持ってますね、やっぱアマチュア時代からね、はい、一発持ってることで有名な選手ですからね。そうでしたね、新空手のフィールドからこのキックボクシングへ、39歳宝木守る、前回 J ネットワークの黒田秀夫との対決でもあっという間の KO決着でした。その再現なるのか、いや結果の上では逆の結果にしたい、白星を飾りたい宝木です。残り時間10秒を切っている第1ラウンド、上体を揺らして金東光、そこに左のミドルキック、距離を詰めたところで第1ラウンドが終了しています。布施さん、はい、いやこの第1ラウンドどんな風にご覧になりましたか。まあ、ポイント的には、まあ、ダウンを奪った金選手のものだと思いますけども、はい、まあ、逆に金選手、宝木選手のパンチ食らってますし、はい、もう現に右目が腫れてますからね。これは目を腫らしたという部分では宝木にとってはかなりのアドバンテージだと思いますね。ラウンド、さあ第2ラウンド、第1ラウンドにはダウンを奪われている宝木、パンチでダウンを奪った金東光、左のローキック、宝木が相手の様子を見てパンチを狙っているかどうか、大振りのボディから右、それに対してしっかり動きを見ながらローキックを放っていくのが金東光。布施さん、はい、このローキックは金東光の得意技の一つですね。そうですね、そうですね、綺麗に入りましたね。その後右のフック、いや宝木選手ちょっと顎が上がってるんでカウンターももらいやすいんで、あ今この辺りですね、危険な殴り合い、逆に金がダウンを奪い返した。宝木すぐに立ち上がる、布施さんにはちょっと心配です。
チレフェリーに、いや突っかかるようにも見えました。大丈夫でしょうか、はい、このラウンド金の方が一気に勝負を決めてしまうのか。いや宝木がさらにダウンを奪い返すのか。接近戦、接近戦、前傾姿勢になった宝木をパンチの雨あられ均等と左膝顔面が下がる。あーでも残ってますね。粘りはしますが、あそして均等の切れました、切れましたね。出血がある。タイムストップがかかりました。山内選手、はい、攻防の中でですかね。そうですね、ちょっと分かんなかった。結構切れてますよ。ものすごい戦いになりました。そして宝木の方も鼻血を見ています。ドクターチェックが入っているわけですが、山内選手、肘でしょうかね。どうですかね、ちょっと見えなかったですけど。瀬さん、はい、あれだけの乱戦でしたから。そうです、何があったときもおかしくないですよね。さあ続行になっています。大丈夫です。残り1分12秒からのリスタートになりました。ダウンの奪い合い、右ストレート均等法、さらに近くに来て左右のパンチ、左追い打ちの膝、しかしその前にもうダウンの最低となっていました。カウント8、立ち上がってファイティングコースを取っています宝木。ダウンの応酬でしたね。とんでもない試合になりました。はい、いやダウンの奪い合い、こうした試合をですね、たびたび我々見ることができるんですけれども、はい、その中心核になっている宝木が、はい、敗者ではありますけれども、いやーでもプロとしては本当によく見せてくれましたね。その打ち合いにですね、勝利した金東方、こちらにも一言お願いします。いやもう金東も右目が腫れ大流血しで、はい、あの本当にダウン奪われて、もうこれやばいんで逆転 KO されるんじゃないかってところから巻き返しを図りましたからね。この気持ちの、ね、強さはね、もう金東これからさらにあの揺れただけで上を狙えるんじゃないですかね。山内選手、はい、階級も近い選手ですけれども、いかがですか。いやもうすごい試合、すごいいいものを見せてもらいました。どうですか、はい、どのあたり一番感動しましたか。やっぱりどちらもあのダウン取られても、はい、気持ち折れずにダウン取り返してやろうという気持ちが伝わってきました、ね、いや気持ちと気持ちのしのぎ合いとなりました。2ラウンド KO 勝利は